持って幕引きとなります土佐和論外最後の入場です。東京国体浅野と共にラスト勝ちのリングへと向かいます。最後の相手バレットクラブのゲノーに対して若い子を共に指示していたと語り、一番近い選手として指名しました。世界を股にかけて戦ってきた今夜はバレハの最後を全力でサポートします。